あかり、まままさかのスプスピ再々登場。帝王が二人、帝王はこの世に一人なのでは。真ん中を塗り取るぞ。この絶妙な射程と塗り枠、手になるね。うんこチャージ完了。すぐそこにうんこの上位互換いるわ。うんこは機動力の落ちたローラーだし、突進なら帝王の方が強いからな。なんか落ちた。あったりゃだー。やったぜ。当たってくれ。なんで倒せたんだこれ。右の塗り気になる。やっぱなんかおらんけ。ナイス。塗り塗り。よう、当たりの位置作るぞ。ドーン。この投げ状態をしつつ当たり取ってくるか。意図せずして肉ビーコンになったわ。ちょっとあっち一層頑張るか。うわ、なんかおったわ。なんかもう落ちた。うんこはもっと機動力上げてもいいと思うの。じゃないと帝王選ばない理由がないから。で帝王こら、高台に逃げよ。トンネルに投げるとうんこ突進するぞ。はい、まあ入れられただけマシかな。相手にローラーがいる以上、塗りはきっちりしとかないと。こういう時若干遠いところから無理地できるの楽しい。こいついつもイカロール失敗してんな。取りたいんだけど、リスクあるから当たり持ったまんまだとやりたくないし、味方全員私より射程短いから渡すのちょっと戸惑うよな。なんか左ってる。はい、うんこがローラーに勝てるわけないだろ。なんだ今のヒットオン。え、味方強。あっぱりやだ。おいしい。うわ、帝王様じゃん。うんこ捨てて逃げよ。
方。あぶね。ありがとう味方。右から決めに行きだなあれ。あ？助けて味方を超満。ナイスー。敵を引かれないバリアワークは来ちゃうね。コラボもそうなんだけど、結局メイン回してる時が一番活躍できてる気がするんよな。せっかくの SP 回転能力なのにな。アメフラシとか返しがいのあるやつ欲しい。バレル兄さん、ハイドラおじさん、太鼓のスピナーさん兄弟揃っちゃった。あ、うわ忘れた。ここ塗っとこ。どうせ後で使いそうだし。なんかおる？今のダイブ危なかった。というかなんで死んでないんだ。ちょっと海水の神社。うんこ、ドリ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 、肩神社、ドリ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 、帝王様来た。はい、私それ使ったことあるからちょっとは知ってるよ。この人飛ぶよ。ちょっとの栄光。なんか来た。おいしい。後ろ投げるなら前出られるんじゃね。逃がすよー。あの辺り飛びたいんやろうな。まあね、電線上げたいからパス。こいつパスしてたことすぎるだろ。ナイスー。なんか無理状況やから遠いな。なんか来てそう。無理。よっしゃ。こっちから兵と集められないかな。ダメだこりゃ。戻ります。兵と集められなかったからって何も正面から突っ込まなくても。
しみだったね、序盤の空母。当たったと思ったら違った。え、なんか勝手に敵のバリア破壊されてんだけど。味方強。最後の方マジで何がどうなってたんだろう。相変わらず何もわからないブーンさん、かっこやぎ。録画ボタン押し忘れたんだぜ。うわー、今更だけどこの BGM 好き。さらに今更だけどちょっとだけ M 戦したよ。うちのタコちゃん、公私公務員とコミケになるのかは終焉。なんかもうすでにヤバそう感漂う。なんだ今の。
に死んだらわけないんだわ。